ージョイ、はい、うん、そうじゃない、ここね、そうじゃなかった、ここがまず研修室なんですね、そう、そのまま強くて、フォントで、この奥がね、うん、奥があの社会科学室、社会科学室、社会科学室、左側が、左側ね、うん、オペレーターの室、オペレーターの室、ここのオペレーターの室、この手前側のこの2つがこのスピーカー、スピーカー、うん、でここにも何ですかそれ、あれ、うん、やっぱこのこだわりがいいですよね、こだわってね、もう教室を一からこう作り直す、細かいところね、うん、やっぱ平田森さんのすごいところっていうのは、そう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 、教室を全部これね、これ手作りですよ、学校借りてないから、ね、借りてないで作ったから作って、でこの A4 の段ボールだけ書いたっていう、そうね、そこがすごいですよね、これはありものでやったからね、次行きましょうか、はい、どうしたか、今の歌は気にしない感じ、どうしたのかな、ここね、うん、このやっぱなんだろうな、この、うん、やっぱ演劇の人だったらみんなわかると思うんですけど、わかる、こういうやっぱトレーニングすごいするじゃないですか、そうそうそう、この空気椅子みたいな、学年によって色が違う、こっち側でも X キャブで、そうっていう、このやっぱこのこだわり、この染色体の形ね、染色体個性を出してる、ね、出してるね、で、ちょっと DNA が発現してね、止めたら終えないね、今の先生も熱くて伸びちゃいそうですよ、ちょっとあんま言いたくないけど、僕でも見ちゃってるんだよね、まあまあ、幕が上がる、何が伸びたのかな、何伸びたっけあれ、それがちょっとね、で言っちゃうとちょっと申し訳ないけど、まあ、まあ、言いますね、はい、うどんでしたねうどんの話でした、弱小うどん部の話でしたね、どんだけ食べたいんだ、楽しかったですね、すげえ伸びてね、年越しそばかみたいに言ってましたね、ちょっとやりましょう、弱小気分の話、あんたがない、ほんとかないからこんなもんだね、怖いね、怖い、かわいいこいつだけ可愛い。いやみんな可愛いんですよ。みんな可愛いけど、ね。特にこの右から3番目の子は、うん、本当まあまあ可愛い。誰誰この子誰？可愛いですね。まあまあ可愛い。コマね、コマこっち側行って、うん、そうそうそう、この後何なんかとんでもない人みたいになってますね。え？何した？何した？突然止める、突然止まってね、そう、もうこのもうちょっと先の歌を聞きたい、聞きたいよね、止まるんだけど、そう、この子の名前何でしたっけ、百田直樹百田、そうだ、百田直樹、うん、百田直樹やっぱいい演技したね、そうそうそう、この後さ飛び込むじゃんプールに、そうそうそう、確かに飛び込む、ゼロ戦で、こうね、ゼロ戦で、このさ、やっぱ何でやっぱ強いって、このカメラワークね、そう、水中撮れてるっていう、うん、これおそらくなんだけど、うん、水中にカメラは普通入れちゃうと壊れるじゃないですか、壊れちゃうね、ってことはこれは水中じゃないんですよ、え、どここれね、今、うん、CG ですね、 CG? これは全部 CG、 ここに CG か、CG 使ってるんですか、 CG 使って CG の海に飛び込んだんですよ、で、ヒャクタが動いてる、ヒャクタの動き、ヒャクタが顔を出して、ヒャクタ顔出して、うん、一言やんでんだこれ皆さんね、これ気持ちがやむとかだと思ってると思うんだけど、うんね、これやっぱ実はその雨がやむとかだと思うっていう、そうそう、ここやっぱあとこのね、このここ見ると分かる、この形がね、もうトナカイにしか見えないっていう、うん、ただのトナカイ、サンタさんが晴れてて、うん、晴れてるから今日トナカイ行かなきゃいけないなっていう、ね、あ、なんだ今日も仕事かっていう、うん、この疲れを出したこの顔、雨だから行かなくていいと思ったのに、思ったんだけど病んでるから、病んでんな、本当に病んじゃうけど、そうそうそう、あ、そうだ、私気づいたらトナカイだったぞ、この感じ、困ったわ、困ったわ、いや、かわいい、今止めなくてよかった、あ、これね、アリの行列、アリの行列とアリとの顔を見てた、あ、ここ、あ、これね、オーダーってやつですよちょいちょい、で今いいこと言ったね、きっと楽しいだけじゃ済まない、やっぱそういうこと多いですよね、世の中、うん、俺も本当思います、本当に、ガツって残酷です、そう、ガツって残酷って、そうなんだよね、どう思いますこれ、うん、あんま、まだ面白かったんですけど、うん、なんだその高校生が部活を残酷と思ってるっていうのは、うん、ちょっと僕はなんか違うかなと思っちゃったんですよね、いや残酷だ、うん、なんかその言葉をチョイスしないと思うんですよ、そう、うん、あのこれから社会になるってもっと辛いことがたくさんある中、子供たち今それを残酷と思っちゃってたら、うん、これから生きていけるのかっていう、まあ不安がよぎりましたよね、この時、
この時はね、でもそれをね、それを乗り越えて、乗り越えていく。あとでその残酷じゃそこがいいんですけどね、それはちょっとまあ見てからの楽しみしてほしいですね。この階段のダンスは来てみると23段でしたね。あ、そうです、僕こういうの数えちゃう。僕13階段で来てます俺結構こういうの数えちゃう。あ、そうなんですか。なんかあの階段の数でその先のね、あの、だいぶ変わるから展開が。あ、そうなの。結構変わってくるかなって。23段だとどうなんですか。23段だとやっぱその、うん、お兄さん出てくるじゃん、とりあえず。で、やっぱ100ターン見せる。100ターン今どこ見てんだろうなと思ったんですよね。空を見てるなと思って。で、ここが一番名刺だと思ってますよ、うん。これやっぱ上履きの汚れがあるじゃん、下で。この汚れをみんなで隠すっていう、ここの綺麗、隠し綺麗でね。今最後ちょっと隠れる。その手の綺麗さと上履きの汚さを隠すっていう。最後の修正。最後は素晴らしい。微調整入ったね。で、ちょっとこの顔は本当に大丈夫か。うん、疲れてる。でもね、まあ長い収録だったんだそうね。うん、そのなんか疲れを見せない演技をここまでしてて、ここだけちょっと見えちゃったけど、うん、まあそれも含めて100たの良さかなって思ってますね。まあ、監督の OK 出たよ、OK 出てるわけだから。全国にそう、何今の行こう、全国に行けよ。行こうっつったら京都ですけどね、普通は ね全国に。そうだがないですか。あ、そうだか、そうだ、そうだか。行こうっつったら、あ、ここはですよ、みんなの天、自分を天、信じる、丸、うん、天じゃないんだっていう、そこはキャッチコピーの何かな。藤岡弘って入ったら天だったんですね、うん、惜しかったここまでももくろだ、初めてですか、うん、この歌すごいかったね、本当に。もうやっちゃなさい。でもさ、切ないですけど、うん、この時の、戻す時の、戻す ここはじゃないですか、うん、まあそのなんだろうな、もう涙出てきちゃったけど、うん、そのなんか、まあ見てないからみんな、そうそうそう、言っていいのかわかんないけど、うん、結局この全国って言った後に、うん、あの、ちょっとね、あの、うん、校舎の取り壊しとかがあって、うん、校長、こっちは全員出ないじゃないですか、結局残るのは百田と、百田兄貴と、で、まあ4人ぐらいですよね、うん、この時左側のやつは、左側のやつはバンコクに行っちゃいました、ね、バンコクに行っちゃったって言いましたね。いやの方はちょっと悲しかったです、ね、その笑顔がね、なんかだから悲しいですね。カメラが信用金庫ですね。カメラが信用金庫ね。あ、やばいね。こういうの好きなんですよ、僕。ああ、ね、この後ろから抱きしめる構図、うん、そう。で、この後もう一人来るじゃん。あ、うん、あ、そうそうそう、百田兄貴が、百田兄貴と百田兄貴は別なんだよね。百田兄貴、今この子どこの名前だっけ。百田兄貴、昼間太郎、昼間太郎、百田兄貴が合体してサンドイッチして、うん、こいつも百田なんですよね。それがすごい素敵だったな。でも結局百田兄貴はやっぱ男だから、うん、それやってちょっと、まあ、捕まるっていう。あそこの切ないですね。刑務所でそのみんなの最後の舞台を見るっていうポーズ。結構泣けたね、泣けたね。あー、すごい人数、すごい人数は高校に来は絶対来ません。これダチョウクラブ、ダチョウクラブ。いやね、あれあのおでん食べたい人ってはい、私も私もって言ってやったんで、ちょっと見てくださいね、うん、こっからですよ、私も私もって言った後に本当にエンジンを組んで5秒です5、4、3、2、1、おでんを食べる。いや、いい笑顔じゃない、おでんを食べるね。おでんを食べる、いい笑顔。いや、ぜひ見てほしい、いろんな人に。